聖徳太子建立と伝わる京都六角堂で僧侶が仏前に花を献じていたことから始まったと言われる生け花。六角堂の池のほとりに僧侶が住む場所があったことから池の坊と呼ばれるようになったといいます。いけばなはどなたでもお花が好きという方でありますと誰でも楽しめます。池の坊でイケメン修行スタートです。今日のテーマは門で春の花を集めました。基本その1、花をよく見るべし。一番ね、ひときわ目を引くのがこのピンクのお花ですけれど、こちらは、はい、それはスイートピーですね。スイートピーですか。はい、スイートピーには、はい、花言葉として門出という花言葉がありますので、ぴったりですね、今回のテーマに。はい、じゃあこれをメインにしようかな。板橋さん、最初にアルストロメリアを手にしました。はいはい、アルストロメリア、こちらを使ってまず1本中心に立てていきたいなと思います。はい、それは中心にまっすぐ立てるのではなく葉っぱとかついていないので、できましたら短めに使って、はい、器の真ん中に刺した方がやりやすいと思います。わかりました。はい、いきなり指摘いただきました。じゃあ少し短く切りたいと思います。修行やもんね。ね教えていただきながら花の向きを確認して場所を決めました。基本その2、花の良さを生かす。長いのはですね、はい、長く使った方がいいと思います。わかりました。はい、全部同じ固まっちゃうとせっかく綺麗、はい、なのが蝶々が飛んでるような感じのイメージがするスイートピーですので、蝶が飛ぶような感じで長く使ってあげた方が。そうですよね先生。わかりました。絶対わかってない。基本その3、バランスを意識するべし。そうような感じで長さも調節してみてくださいね。短くしたり長くしたり、バランスを見ながらスイートピーがより美しく見えるように生けていきます。できました。お疲れ様でした。頑張りました。頑張りました。テーマは後輩を迎える門出。鳴子百合でも手を広げている感じです。でこの子2つがですね、アナウンサーの後輩2人です。男の子と女の子です。あ、そうですか。でスイートピーで豪華にしていらっしゃいという意味で作りました。スターチズが買ったのこれが取った方がほら空間が出て綺麗ですよね。ですから帰って取った方が綺麗だという場合もあります。でも先生に手直ししていただいてすっきりしましたね。なんかやっぱり後ろの方にね、先ほど長いのがありましたでしょ。はい、そうするとせっかくの綺麗なのがはっきりしないということになりますので、後ろには背が高いものでなくて低いものを入れた方がいいと思います。同じ花材で事前に先生に生けていただきました。空間を生かすことでより華やかな作品になりました。一つ言っておくんですけれども、私先生が作ったのは見てないですからね。自分でこういいかなと思ったら結構近くなれたかなと思うんですけど、いかがですか。そうです、本当びっくりしました。板橋さんが言ってたのはダイナミックに後輩を迎えられるっていう気持ちがありありと、はい、現れておりまして、現れてる作品だなと思って見てました。ありがとうございます。